はようございます。釣り子 TV です。何やらね、仰々しいタイトルなんですけども、前からやりたくてやりたくて、なかなか手が出せなかった。これが準備できました。まずはこちらをご覧ください。
わけでね、かねてからやりたいなやりたいなと思いながらなかなかできていなかったですね、ルアーの水中での動きを撮影するね、もろもろが準備が整ったので、やっていこうかなね。結構ね、家にいる時間なんかもね、長くなってきて、前からやりたいなと思ってたんだけど、どんな水槽買ったらいいかなとか、どんなカメラでどうやって撮ったらいいかななんていう風にね、まあ考えて考えてなかなか動けていなかったんですけども、こんな感じでね、水槽の準備ができましたので、でまあね、ルアーを買うのね、ほんとね大好きなんで、最新の、ワームから、はたまたねプラグなんかもね、水中でどんな感じで動くのか、見れるようになっていったらいいななんていう風に計画しておりますので、従来のですね動画ね、実況動画、それとかあと商品買ってそれの開封動画、それと水中でのルアーの動き、ここら辺でね、今後はねより、分かりやすくねルアーのご案内とかね、できたらいいなと思いますので、ぜひねグッドボタンの方よろしくお願いいたします。またねこんなルアーの動きね、水中の動き見てみたいとか、こういうリグだとどうなのとかですね、どしどしとコメント欄の方にね、いただければ参考にねいろいろチャレンジしていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。というわけで本日の釣りコー TV は、新しい試み、水中でのルアーの動き、これを撮影してみたよ、こういった動画でした。はい、釣りコー TV でした。